羽を吐いた少女、村の人とは違う白い髪、森の奥の千年樹、彼女はひざまずいて友達が欲しいって願った。僕は彼女の願い叶えてあげたかった。だけどこの体ではできない。そんな時に現れた気まぐれな魔導士が、精霊の僕を人に
綺麗な次胸には二つ刺さったナイフ銀の髪の四角はいずこかへと立ち去り悪意の真実は闇の中透き通った白い髪不器用な笑顔どうかどうか生きていて生き続けてもしもあなたに会えたら伝えたいことがあったのもしも生まれ変われるならば生まれ変われるのならば